リミットコマンドカップ準決勝、中日ドラゴンズ対読売ジャイアンツのゲームです。解説は西俊久さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。まずはドラゴンズの先発小笠原、マウンドに上がりました。どんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。1回の表、ジャイアンツの攻撃、バッターは関根。さあゲームが始まろうとしています。打ちました。バッターは2番に入っている山本。まずはワンアウトを取っています。さあ4球目は何か。変化球空振り。打席には3番バッターギッテンス。ツーアウトランナーありません。先発ピッチャー小笠原、そしてキャッチャーはマルティネス。このバッテリーをジャイアンツ打線がどう攻略していくか。変化球で空振りを取ります。スリーアウトチェンジ。この回ジャイアンツ三者凡退です。里崎さん、初回の攻撃、特に大事な点はどのあたりでしょうか。まあ勝っていくためには1番バッターの出塁っていうのはね、やっぱり欠かせないですよね。そうですよね。サード大下、ショート。ジャイアンツマウンドに上がるのは先発の岩下。さあドラゴンズ打線はどうやって攻略していくんでしょうか。注目の立ち上がりです。後藤が打席に入ります。相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。逆方向への大きな当たりはフェンスを越えていきました、今のは低めのボール球じゃないですか。うまくすくい上げて持っていきましたね。そうですね。打ちました。これはどうか。打ちました。さあ5球目は何か。外れてフォアボール。得点圏にランナーを進めています。いやそうですね、これはねチャンスですよ。はい、そうですよね。ここで声をかけました。さあ注目しましょう。打った。伸びていく。どうだ。入れば貴重な追加点。追い込まれてからの変化球、前でしっかり捉えた打球はスタンドまで届いていきました。クリーンナップから飛び出した一発になりました。バッターボックスには指名打者の木下。ドラゴンズホームランで得点を挙げています。ここも見送ってよく選びました。フォアボールです。ワンアウトからランナー出ます。このランナーを返したい。まあフォアボールのランナーはね、得点に結びつきやすいですからね。さあランナーをどう生かしてくるか。ツーボールツーストライクです。打ちました。これはどうだ。ピッチャーの状態ですが若干きつそうにも見えます。さあそしてバッターボックスにはブライトが入ります。
さあ得点圏には追加点となるランナーを置いています。まあ早いうちから点差があると楽になりますから、ここも期待したいですね。なるほど、そうですね。次が5球目、外れてフォアボール。これでワンアウト満塁、点差を開いていくか。いやそうですね、得点圏にランナーがいるとね、欲が出るんですよね。まあよく我慢しました。打ちたいところよく残しました。ランナーが溜まっていきます。押し出しでさらに点差を広げます。ドラゴンズ1点追加します。押し出しでの得点、5対0。ドラゴンズなおも満塁のチャンスです。ここで声をかけました。さあ注目しましょう。初球打ち、右中間に上がった。2番バッター強打。外れてフォアボール。これで2アウト満塁、点差を開いていけるんでしょうか。うん、これはねバッターがよく我慢しましたよ。よく選んで出塁です。ドラゴンズ1点追加します。押し出しでの得点、7対0。ドラゴンズなおも満塁のチャンス。ここは当然という交代でしょうか。ジャイアンツピッチャーを変えます。満塁の場面でマウンドに上がったのは酒井。バッターボックスには4番ビシエド。前の打席ではフォアボールを選んでいます。ドラゴンズ押し出しで得点を挙げています。次が4球目、打ちました。これはどうか。ドラゴンズが突き放します。ライト前のタイムリーヒット、9対0。ドラゴンズなおも三塁一塁のチャンスです。インコース打ちました。いい当たり。これはどうだ。鮮やかなバッティングでした。この人のタイムリーで見事なサヨナラ勝ちです。打ったバッターはもみくちゃ。ドラゴンズがなんと劇的なサヨナラで勝利しました。終わってみれば先発ピッチャーが完全試合という結果になりました。勝ったドラゴンズ、サヨナラ勝ちという劇的な勝利をものにしました。一方のジャイアンツですが、痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームはドラゴンズが快勝ということになりました。今日の解説は西俊久さん、里崎智也さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。